まずはスタンリッジなんですが、1回この2アウトを取られた後のフォアボールをきっかけ、あとの4番の中村のタイムリー、メヒアのタイムリーで、はい、ライオンズからしますと松山さん、はい、最高の形ですよ。そうですよね、中村のうまいヒットね、をきっかけにメヒアが続いて、はい、逆方向ですよね、うん。これで1回の裏ライオンズは2点を取りました。まあ、牧田が、ね、初回の立ち上がり素晴らしく良かったので、はい、まあ、このまま行くんではないかという予想をなんとなく裏切ってしまったそうでしたね。あの2回もこのピンチをね、はい、なんとかしのいだんです。そうなんですね、1塁3塁を、まあ、好プレーもあってこの大ピンチの2回をこうしのいでね、はい、なんとかライオンズの方に風をこう送っていたんですけども、この3回ランナーを置いて中村が右中間を破りました。これで1点差に詰め寄って、それと井出穂は今日はいいバッティングを見せました。牧田のボール打つのは、ね、難しいと思うんですけども、軽く軽打されましたよ ね、 今日はね。同点タイムリーです。4回の裏ランナー置いて浅村が三振、秋山ボール球に手が出ました。あの初回すごく不安定だったんですけども、2回以降ねすごく立ち直ったというところが大きいですよね、やっぱりね。そしてこれ柳田のタイムリーですけど、抜いたボールに対応しました、はい、外の、まあ、カーブ入ってくるボールですけどね、これがフェンスに当たって跳ね返ったところで三塁打、2点を取って4対2にします。でこれから中押し点が入っていきますが、6回で先頭バッターの明石がこの一発、はい、もうまさかというような感じですけども、しっかりスイングしてますよね。そうですね、でそのチームのために俺やってやるよっていう感じですよ、はい、やっぱり見ててね、やっぱソフトバンクの打線はやっぱり誰か出てきても嫌だなっていう印象を与えました ね、 でその後、まあランナーこうやってメヒアのヒットで一塁三塁とチャンスを作ります。6回の裏先頭バッターフォアボールで出てるだけにね、得点するかなという期待がありましたけども、結局スタンリッチを崩せなかったというところですよね。そうなりますね。で7回なんですが、代打の森が告げられました。まあ、本拠地でね1本いいところっていう思いはあったでしょうけども、そうはさせてもらえなかったというね。ここはホークスバッテリーが徹底して変化球でね、はい、しっかり振ってますけども ね、 ね。でその後こうやってヒットもつながるんですけども、なかなかねこれ内野安打になってランナー2人、しかし渡辺直人ハーフスイングを取られます。三振ということになりました。7回までスタンリッジは投げ切りました。8回です。変わったボーデンなんですけども、森とバッテリーをこの回から組んでいます。これが足に当たって1、2塁間に転がったタイムリー、まあ、弾いた方向が悪いんですけども、それ以前になんとか止めてほしいですよね、はいはい。さらに満塁になって内川のこのうまいバッティングです、まあ、守りが、ね、前にこうずっと出ているので、まあ、外野を越されるというのはやっぱりピッチャーが、ね、高めに投げたからなんですよ、結局はね、そういうところで配球をもう少し考えてほしいですね。この時点で9対2、そして9回なんですが、宮田がチャンスをもらってこの回マウンド、しかしランナーを貯めて金子にタイムリーです。満塁から金子圭介タイムリー、さらには1番に帰って中村は押し出しのフォアボール、11点目が入ります。まあ、あの宮田君にはねちょっとあの酷ですけども、もう少し制球をね、はい、継続で持続できるように、先頭バッター三振で取ってるだけに、まあ、その後3人で終わっていればね、かなり、明日以降につながるんですけど ね、 そうですね。結局9回の裏は加山が苦しみながらなんとか1点で抑えて、結局11対3というファイナルスコアになりました。